里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、ということで、はい、ドラフト、はい、巨人と西武、はい、あります。ラストですね、これが。巨人ね、奥川くん、宮川くん、2回外すっていうね。はい、そうでしたね。ジャイアンツがなんか、くじ引き結構、確率悪いらしいですね。行くのが。確率はなんか、あんまり良くないって、うん、なんか、メディアで見ましたけど。うんうん、なんかそんなイメージはありますね。はい。うん、ジャイアンツ、僕なんて言ってました？ジャイアンツはですね、欲しい人取ればいいって言ってました。いや、取ってるんですか？取ってますね。はい。1位に、堀田投手。はい。すごいメッセージを、僕が勝手に受け取ってるんですけど。おー、また受け取りましたか。はい、僕の妄想ですけど、ね、はい。メッセージはですね、佐々木朗希より、堀田を一流のピッチャーにしてやるっていう。だって、堀田くんも、花巻市出身だから岩手じゃないですか。本当だ。で、青森山田に行ってるんですけど、まあ、いわば同じ岩手県ですよね。はい。佐々木じゃないよ、堀田だよっていう。佐々木じゃないよ、堀田だよ。で、はい、堀田同士を日本を代表するピッチャーにさして、なあなあなあ、堀田だよと、うん。もう全勢力かけて、これはもう力入れていくと思うんですね。是が非でも、一流プレイヤーに育てていくと思いますよ。もちろん佐々木選手にももちろん頑張ってもらいたいですけど、もちろんです。ジャイアンツのメッセージとしては、はい、佐々木じゃないよ、堀田だよです。花巻出身っていうところがなんかいいですね。はい、あとはね、交流戦とかでね、はい、佐々木選手と堀田投手が投げ合うみたいなね、同じ岩手で、みたいな、はい、っていうのも絵になりますよね。いや、これが堀田投手が本当に一流になったら、はい、なんか岩手県でも結構すごい県だなって思いません？確かにね。菊池雄星投手がいて、確かにね、大谷選手がいて、まあ、今注目の佐々木投手もいて。うん、それ以外はいいじゃないですか、ビッグがそんだけいれば。徳島もビッグが育ってるんですよね。坂東英二さんいて、川上健進さんいて、はい、ジャンボ尾崎さんいて、はい、瀬戸内寂聴さんいて。はい、はい、はい。ナルトのスター、佐々木投手。自分でスターって言った。まあ、そうですね。あと、まあ、塩崎哲也さんとかもいるんで、はい、西武のね、うん。めちゃくちゃ徳島も。すごいですね。はい。小さい町でも。へぇー。まあ、静岡だってピンクレディーがいますから。そうっすね。長澤まさみさんと広瀬すずちゃんもいますから。芸能界ばっかりですね。はい。野球界いないんですか？増井博俊投手。ああ。オリックスの。うん、袴田秀俊選手いますね。はい、そうですね、はい。なんかコメント欄で私娘なんじゃないかとか言ってましたね。あんな言われてるんですけど、全然関係ないです。すいません。見てください、うん。ジャイアンツも、来年じゃないよ、未来だよっていう。全員若い。太田投手、はい、JR 東日本。高卒で入って社会人だと、大卒より早くプロ入れるんで。はい。そういったところでは、社会人卒ですけど、若く入れたっていうところでいいですよね。菊田選手、井上選手、山瀬選手、伊藤選手、全員高卒で取って、押し上げていこうっていうね。星稜から入ってますね、山瀬慎之介。はい、これはあれですよ、奥川の女房ですよね、キャッチ。はい。小林銀次郎ね。はい。で、大島方、こう、ちょっと年が上なんで、はい、次の世代に向けて、この山瀬を多分育てていきたいっていう。意図が。これからのために欲しい人を取って育てていこうっていう。はい、だから出てくればね、はい、それに越したことないですけど、うん、やっぱ未来に向けて、今のチームを同行するんじゃなくて、まだチーム余裕あると。はい、この余裕ある時に、その即戦力じゃなくて、はい、高卒を取れるかどうかが勝負なんですよ。はい、でそうすると、うまくこう世代回ってきますよね。うん、この今余裕、ね、あるのに、いきなり即戦力入れるチームあるんですけど、はい、それどうなんかなって多分思うときあるんですけど、うん、そういったところでは僕は、この意思がはっきりしてて、うん、ジャイアンツとしては非常にいいドラフト戦略だったと思うんですよ。おー、メッセージがありましたね。で、しかも育成でね、二人取って、はい、あら、徳島県出身の平間くん、いい選手いますね。徳島ってだけでいいって言いますからね。いや、だってジャイアンツだったら、松田選手、一回野球やめてたのに、はい、四国アイランドリーグ入って、はい、でジャイアンツに、うん、育成ドラフト指名されて、はい、支配下になって、はい、今やもうね、ダイソーのもう一番最初に来ますから、足早くて、はい、もうね、苦労してて、はい、奥さん徳島に残して、単身赴任で東京来て、はい、今は奥さんが一緒に東京出てきたらしいんですけど、はい、詳しいですね。ほら、頑張って、ジャイアンツのスピードスター、育成からなかなかなんないですよ。そうです、ね。その、うん、スピードスターがなんと、徳島県出身。最高です。はい、ですか徳島の引きが。しかも、鳴門図書高校って、はい、僕、鳴門工業と鳴門第一高校が合併してできた学校なんで、まあまあまあ、そういうくくりになりますね。はい。はい。平野投手がね、頑張ってくれれば、内野手ですし、
育成でちょっと年上を取ってるんですね。22歳、21歳っていうね。そうですね。まあそこで育てて、うまくいったら試合がにして、うん、だからまあワンチャンですよね。はい。ワンチャンくっ掴めるかどうか。マスター、な、マスター選手掴んで、はい、今はスペシャルと今年給料上がります。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。次は。西武です。西武っすね。はい。なんで言ってました、西武。西武はですね、まあ、秋山選手がいなくなる可能性があるから外野が欲しいと、はい。あと、上位3人はピッチャーで行ってほしいというふうに言ってましたね。はいはい、で、まあ、キャッチャーも取った方がいいと。上位3人、ピッチャーで行った方がいいって言ってました。言ってました。上位3人ね、はい、ピッチャーです。当たるね。宮川くん、浜谷くん、松岡くんともに、はい、社会人、ミシリーグから武蔵。すごい。やっぱ当たりますね。すごいでしょ。はい。見えてます。はい。はい、でもまあね、この、はい、やっぱ今なんて、やっぱピッチャーどうにかしたいんで、この宮川くんにかける期待は、西武としてはかなり大きいと思うんですよ。はい、まあ、もちろん佐々木投手ね、取れることに越したことなかったですけど、3位のね、松岡くんね、このピッチャーね、イムチャンヨン張りのサイドスローでね、はい、あ、めちゃくちゃ雰囲気あるし、ストレートも力あるんで、中継ぎ候補とかになってくるんじゃないですかね。はい、だから、何気にいい編成しましたよね。浜谷くんもね。まあ、左ピッチャーなんで、やっぱ左も欲しいじゃないですか。はい。この宮川くん、浜谷くん、松岡くんね、いい編成です。おー。ナイスチョイス。ナイスチョイス。西武にはぴったりですね。はい。はい、だこれ、どのチームね、ぴったりのとこ行けるかどうかも大事なんで、はい。どこのチームもそれすればいいわけじゃないですよね。うんうん、西武にとったら、ナイスチョイス。はい。ナイス、出ました。はい。で、5位に、キャッチャー取ってるじゃないですか。はい、高卒じゃなく、社会人卒ね、うん。やっぱりすぐにバックアップとして使いたいんですよ。森の。ああ。だからやっぱ育ててるんじゃないですよ。うん、育てる時間はないんですよ。はい。来年 V3 に向けては。うん。育ててる時間ないんで、すぐにでも行けるように、社会人出身のキャッチャーを取ったっていうところです。今、現状だったら森選手の次ってキャッチャーは今誰がいるんでしたっけ？岡田選手ですね。岡田選手。で、岡田選手怪我して、はい、クライマックスシリーズいなかったんですよ。うん、だからそこでちょっと、西武は戦い方が制限されてっていうところもありましたから、うん、はい、その第二捕手の岡田も含めた、その森の次に行く選手のバックアップが欲しいんで、そういったところでは、この、次へ、捕手に期待するところは非常に、うん、高いと思いますよね。すぐにも出られるよっていう感じの人を取ったという感じで。はい。はい、で、まあね、4位に、この河野くんの内野手ね、うん、取ってるっていうところも、西武としては、まあ、源田もいますし、うん、まあ、セカンド今年外崎守ったり、他どうなるか分かんないですけど、はい、でも次に行くバックアップも欲しいんで、まあ、投手欲しいじゃないですか。はい。でも、しっかりこの井上くんと上山くんの若い世代を6位、7位取って、未来に向けても投手力を厚くしようっていう、うん、この高卒のね、6位、7位ですね。はい。で、この8位の岸くんが、すごいいい選手だったんですけど、まあ、こう、いろんなね、こう、いろんな、こう、ストーリーをたどりながら、はい、まあ、アイランドリーグから、ここ、8位にね、入ってきたんですけど、はい、今回、岸くんが、全球団の中の最終指名なんですよ、試合後、はい、この岸選手が、はい、福浦さんになれるかどうかね。そうです、ね。いや、可能性はありますか、ね、入ったら横一線ですから、はい、そういった面でも、この岸選手には、うん、ぜひ注目してもらいたいですね。そういう選手がどういうストーリーをたどるのかね。はい、うん、だったら、ドラフトは順位じゃないよ。入ればいいんだよっていうのがわかるじゃないですか。はい。それ入ればみんな横一列。そうそうそう、うん。ドラフトの順位っていうのは、基本的にアマチュア時代の通信簿なだけで、はい、別にプロでの通信簿じゃないわけですよ。うん、そっからまた入ったらふわっとに横一線でスタート、うん。まあもちろん上位の方がチャンス多いかもしれないですけど、うん、ほぼ全員平等に、結果を残せば上に行けるんで。よく、アナウンサーの時にね、局で、よく言ってたんですけど、1位より2位の方が良かったっていう選手って結構いるんですよね。1位って注目されて、うん、必ずもう記者さんたちが集まってきちゃうんですよ。うん、で、もうすごい写真も撮られて、動画が撮られてっていうのに、うん、もう則本投手とかは1位じゃなくて2位の方が伸び伸びできたって言ってるんですよ。でも、まあ、1位でも人によりますよ。あ、そうですか。はい。注目されるかどうかは。まあまあそうですけどね。はい。はい、あとチームにもよりますよ。はい、あ、そうですか。確かにな、確かにな。地元に球団とかが、ね、あったら、すごい注目されますよね。はい。ローカル局とかは注目バンバンしていくじゃないですか。はい、ロッテなんて、何位でもほぼ注目されないですよ。はい、来年のキャンプの佐々木君はすごいと思いますよ。すごいでしょうね。はい。でも何位でも一緒ですよね。まあ、ね、まあまあ、1位の方が注目されますけど、はい、注目されてメディアに乗った方がいいじゃないですか。羨ましいですよ。まあ、そうですよね。はい。はい。いや、でもそれがプレッシャーになって、伸び伸び回の方ができるっていう人もいるかもしれないですから。あと、反骨精神。あんな注目されてる1位の選手より、俺の方が活躍してやるぞっていうね。まあ、だからって言って結果出るかどうか分かんないっていうね。里崎すぐ話ぶった切りな、みたいな意見もあるんですけどね。はい。はい。
まあ、これで12球団やってきましたけど、はい、まあ、皆さんもね、いろんな評価あると思いますけど、うん、5年後、10年後ね、どの選手が出ていくかっていうのを注目してもらいたいのと、はい、ドラフトやったじゃないですか、はい、次企画考えてるんですよ。あ、なぁ、なんでね、はい、どの球団の編成スカウトが本当に素晴らしいのかっていう企画やります。このチームの編成はどうなのかっていうのを振り返る企画やります。なんかワクワクとちょっとあー大丈夫かなっていうなんかそれがありますね。まあ何年からスタートするかは僕のちょっと調べる労力もあるんで、はい、時間によるんでちょっと変動しますけど、はい、全体的にはスカウト編成どうなるのかっていうのを調べて、はい、近日中に公開予定です。はい、乞うご期待。